レアンドロ・ファッジンは、イタリア、パドバ出身の自転車競技選手。タイムトライアルスペシャリスト的存在の選手で、個人追い抜きでは、アマ1回、プロ3回の世界一を経験。プロ個人追い抜きでは、当初は、ロジェル・ビエールやルディ・アルティヒといった選手たちの後陣を、敗していたが、後にフェルディナント・ブラック、エルコーレ・レバルディーニといった、パワーレコード保持者を撃破して優勝している。 1956年メルボルンオリンピックでは団体追い抜きと 1km タイムトライアルの2冠を達成したが 1KMTT ではオリンピックでは初めて1分10秒台を破る1分09秒8の同大会記録で優勝した加えて6日関連数においても通算9勝を挙げる活躍を見せ1969年に引退したところが 引退した直後に病に見舞われ、闘病生活の後、翌1970年12月6日、出身地のパドバで死去した37歳ボーツ。1954年、1955年、1956年、1957年。 プロ天校1958年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1967年、1968年。ありがとうございます。